先日、いつも行くパン屋さんで、いつもの菓子パンを購入。それには、粉砂糖の溶かしたやつ、アイシングだっけ?がトッピングされている。持ち帰りで包んでもらうときは、一つ一つパラフィン紙にくるんでから、ビニール袋に入れてくれる。けれど、その日は違った。若い女性店員は珍しくなかったけど、同じ種類のパン、おまとめしてもいいですか?そのお店では、あまり、そういう口調の子がいたことがないので、すでに違和感。そこのパン屋は、トッピングされているようなものは、一つ一つ包むので、え?と思った。いや、一個ずつお願いします。はい、とこれまた間延びした返事するや否や、いきなりビニールに突っ込んだ。あれ、いつも紙かぶせてから包んでくれてるけど、そうやって大丈夫?あ、はい、大丈夫です。でも、いつも紙にくるんでくれてるから、それでお願い。と言ってる最中に手も止めず、次の一個もビニールにイン。え、ああ、大丈夫ですよ。隣のレジにいた店員さんが、すごい目で、こちらをチラチラしていたけど、あいにく、自分も接客中で動けない状態。違うよ。って顔してるのはすごくわかった。後ろもたくさん並んでいたし、その場は清算してさっと帰った。で、帰宅後、さあ食べようと開けたら、予想通り、トッピングが全部ビニールにくっついて剥がれてしまった。言わんこっちゃない、とパン屋に電話。レシート持参で同じものと交換、となったけれど、マニュアルでは、あのパンどうやって包むか確認したら、やはり紙にくるむと。自分が聞いたら、大丈夫です、と確認もせず、次の一個も、私の言うことを無視して入れたんですよね。と伝えたら、電話対応の人は、すっごいびっくりした様子で謝ってくださいました。あの店員。ああ言う時に、確認もせず、大丈夫ですと言い切れるのが。そして、友達に言うみたいなトーンだったのにびっくりした。10年以上利用しているパン屋だけど、あんなの初めてだわ。